内カビ内カビは沖縄県にて先祖供養の際に用いられている名船の一種。内カビに類似したものは中国や台湾、韓国などで見られ、紙銭、または名船と呼ばれている。内カビは藁や古畳などを原料にすいた黄色の紙に銭型の模様を土などで叩いてつけたもので、三枚で一組になっており、一人一人これを用意することがならしである。 生命祭の墓参りや年季などの先祖供用旧盆の最終日などに使用され、先祖の霊があの世にて金銭面で苦労しないように、するために用意され、墓や仏壇、打っなどの聖地や屋敷打ちの祭壇で使用される。使用方法は、一枚目のうちカビの端を火で燃やし、折り目を変えてテーブにアルミホイルを敷いた鉄ボールに燃やしていき、燃え切る前に次のうち、ビを入れる。すべてのうち、 カビを燃やしたら、泡盛や茶を3回に分けて注ぎかけ、備えられている花を添えて、先祖への捧ぐ下物として、屋外で鉄ボールをひっくり返していく。また、地域や家庭によっては、バナナや餅、三枚肉を添えることもある。内カビは、基本的に一人三枚ずつ燃やす習わしだが、家庭によっては一人当たりの燃やす枚数が異なる。内カビの期限は、 中国の上銭で沖縄には14世紀後半頃に伝わったとされている。氏族の慣習を記した四本堂カレーには打カビを生命祭に用意することが記されており、この風習は中国に出自する近世の久米村家氏族の間で行われた。一般民衆にも普及したのは明治以降とされ、工場で生産される前は各家庭にて、 紙を重ねた上に型押しして手作りしていた。現在、沖縄で流通している一般的な内カビは、県内では昭和製紙株式会社のみが製作している。近年、様々なデザインの内カビが販売されており、2013年には、琉球名会銀行券の商品名で、1万円紙幣に類似した内カビが発売された。同商品は、本来の仕様だけではなく、 観光客向けの土産という狙いもあったが、外観が本物と告示しているため、2014年5月には、琉球名会銀貢献をタクシーの支払いに使う詐欺事件が発生し、これにより、若干のデザイン変更を余儀なくされることになった。ありがとうございます。